前半の講習を始めたいと思います。えー、ラマン文法処方講習会で、えー、ポインターを。まず最初にラマン文法法を理解しようということで、分子研の仲間の方から話をさせていただきます。えー、ラマン文庫法とはですが、えー、資料にある意味、 一定のエネルギーーをを持ったレーザー光を照射しますその時資料から散乱される光はまず入社した光と同じエネルギーを持った散乱光が戻ってくるレイリー散乱それから分子に振動を与えてその振動のエネルギーだけを失って 長波長側の三段構が出てくるストークス三段またこの分子振動のエネルギーを得て短波長側の三段構が戻ってくるアンチストークス三段というものがありますでこれらの三段構の これらの三段構の波長の逆数を横軸に三段構の強度を縦軸にとってプロットするとこのようなラマンスペクトルと呼ばれるものが得られます。そしてこのラマンスペクトルを解析することによって資料の科学的特性を知ることができるものです。 先ほど説明したレイディー散乱光というのはラマン散乱光よりも通常10の4乗から5乗程度強い光になります。従いまして検出する検出器が飽和する可能性がありそのためにこのようなラマンフィルターと呼ばれるものを散乱光側に挿入いたします。 例えばこの例ですと532ナノメーターのレーザー光を入れるとこの532ナノメーターのところでシャープにカットされてそれより長い波長はほとんど通ってくるというフィルターを入れますとラマンスペクトルというのはこのようにストークス側だけの光を得ることができます。 これによって、レイリー散乱口をカットすることによって、SN よくダマン散乱口を検出することができるようになります。現在は、ストークス散乱側だけを取得する装置が多くなってきています。次に、ダマン分光装置について簡単に説明いたします。これは、 ラマン分光装置の顕微鏡部の写真なんですが、えー、パッと見ますと通常の光学顕微鏡のように非常に近い形をしております。こちらが光学経路図になります。えー、ラマン分光装置では違うのは先ほどの資料を冷気するためのレーザーを投入して 帯物レンズでフォーカスして資料に照射します資料から散乱した光を再度大物レンズで集合して先ほど説明しましたラマンフィルターを通して分光器に導入いたしますでこの分光器というのはこのような外観をしておりまして ここれは内部は一例ですす。が、このような構造にしておりますそしてここの部分に先ほどの資料から散乱した光を入れてやってここではレンズを使って一旦平行光にしますそしてここにグレーティングと呼ばれる素子があってこのような素子ですが入射した散乱光を波長ごとに分光するという。 役割を果たしていますで分光された光は再度レンズで集、えー、光されて、えー、ここの部分にこのような散乱、えー、光のスペクトルを作ります。でここに、えー、2次元の CCD カメラ、えー、このような CCD 素子を持ったような ので検出してやりますと、横軸がそのまま波数になって、縦軸にこのようなスペクトルが映るんですが、これを積算して強度として取ってやると、対応するこのようなラマンスペクトルが得られる、そういったような装置の構造となっています。 ラマンスペクトルの表記についてなんですが、えー、一般的にこのような入射光の波長によって正規化した表現をします。単位は、えー、センチメーターの逆数を使います。これを、えー、波数とかウェーブナンバーというふうに言います。で昔、えー、カイザーという呼称があったんですが、 これは現在は使用しないようにっていうことになってます。の余談になりますが、私は10年ほどドイツのラマのメーカーで働いてまして、カイザーっていうのはあのドイツ語で帝王とか王様っていう意味がありまして、例えば医学の 医学でカイザーオペって言いますと帝王切開っていう意味を示します。で日本では翌日 <laughs> をカイザーって言うんだよって言ったらあの誰もそれは知らなかったです。で年に何回かあのアプリケーションミーティングっていうのがあって世界中から、えー、アプリケーションやってる人間が集まるんですが、えー、どこの国の人間も カイザーいいいうのは知らないっていうふうに言ってました。で皆さんはあの多くの方技術職員の方がいたと思うんですがこれからその我慢文校をやろうという学生さんたちに説明する時には正しくカイザーっていうのは使わずに波数いくつですとかあのセンチメーターの逆数っていうのを で教えていいいたただきたいと思いますあの外国人ですと、センチメーターの逆数をインバーティッドセンチメーターってさらっとこう言うんですけど、ちょっと日本人だとちょっと発音し,しにくいので、波数いくつっていうふうに呼ぶのがいいと思います。で、ちょっと話を戻しまして、えー、なぜ正規化をして用いるのかっていうことなんですが、例えばシリコンの資料を 532ナノメーターのレーザーで冷気した場合、シリコンの一時のピークっていうのが、長波長547ナノメーター付近に現れますで。同じシリコンの資料を785ナノメーターのレーザーで冷気した場合、一時のピークは819ナノメーター付近に現れます。 このように、あの冷気スルーレーザーの波長によってシリコンの,あのピークの波長がこう変わりますので、これをいちいち全部覚えるというのは大変なので、この式を用いますと、これを全部入れてみますと、両方とも波数520のところに一時のピークが来ます。これは非常に便利な 表現方法で、定期波長に依存しないため、非常に便利で、この波数というものを表示に使っています。で、ラマンのスペクトルの表記についてなんですが、現在2種類の表記方法が用いられています。これは一例はポリプロピレンのラマンスペクトルなんですが、IUPAC っていう、こういう 団体が推奨しているのは右側に低波数左側に高波数で表示するというものです。これですと赤外吸収スペクトルとの対応がつけやすくなります。で現在ですと左側に低波数右側に行くほど波数が大きくなるというような表示方法をとる。 場合が多いです現在はいやどちらの表記方法も使用されておりましてほとんどの装置がどちらの表示にも対応できるようになっていますではラマンスペクトルの基礎といいますか読み方なんですが、えー、これは先ほどのポリプロピレンのラマンスペクトルです で私はこちらの表記方法が流れ,慣れてますので、こちらで表示しますで。横軸が先ほど説明しました波数です。で縦軸が強度、ラマン、えー、スペクトルの強度、ここでは CCD のカウント数をとっていますが、えー、こういう表記をします。そうしますと、ここの領域なんですが、 えー、大体、波数1800ぐらいまでは骨格振動とか指紋領域と呼ばれています。で波数0っていうのは、えー、レディーですので、これはカットされています。で、この部分に対して、ここにまたポリプロピレンでは P が出てきているんですが、ここは、えー、CH の振動伸縮領域と呼ばれてまして、えー、CH の 伸縮がありますでこれがここにピークが出てくると CH 結合が資料にあるっていうことが分かって大体有機物質ですとかポリマー等はここの部分にこうピークが出てくることが多いですそしてこの2つの領域の間は一般的に無音領域って呼ばれていて、まあ、例外もあるんですが ラマンピークが出るものは非常に少なくなっています。それから波数3500以上ぐらいからなんですが、これもまあ例外はありますが、ここから上は普通のラマンピークというのは現れません。で水が含まれていますとここらの辺にブロードなピーク。 ラマンのピークが現れてきますで骨格振動とはどういうものかっていうことなんですがこれは C60 のラマンスペクトルを示したものですでこのようにもう見た感じはあの骨格の振動ですねそれぞれの骨格振動に対応する、えー、ラマンのピークっていうのがそれぞれ出てきていますこういうのを骨格振動って呼んでます 次に冷気するレーザー波長の選択っていうことなんですが今は多く使われている冷気レーザー波長っていうのをここにこう上げてるんですがこの中で532ナノメーターっていうのはグリーンになります緑になりますこのレーザーっていうのはその強度ですとか安定性それからレーザー自体の価格がまあ 安く手に入るということで、現在は標準波長として使用されています。532ナノメーターで、で、きして出てきたラマ,ンラマンの強度を1としますと、ラマン強度 IR っていうのはこういう式で表されます。です。アルファっていうのはラマンテンソルと呼ばれるもので、これは資料によって、 よってラマンスペクトルが出やすい出にくいっていうものですそれの事情に比例しますそして冷気レーザーの振動数の4乗で比例しますそれから入射するレーザーの強度に単純に比例しますそうしますと UV を使う方がラマン強度は強いっていうことになって えー、確かに計算上では5倍ぐらい強くなりますし785を使うと5分の1ぐらいに落ちます。しかしながらあ装置全体を考えてみますと CCD の感度ですとかグレーティングの効率などなどを考慮しますと 532を1としたときに457の付近が一番効率よくなるんですが UV に近くなるとずっとこう効率は落ちて低くなります。まだ785を使いますと10分の1ぐらいに強度は落ちてしまいます。しかし785っていうのは後で説明します蛍光防止としてよく使用されています。 現在のラマン分光の装置では532ナノメーターのレーザーを標準としてオプションとして785ナノメーターを載せたものがよく見かけ,るように見かけます。傾向とはなんですが、これはあるカーボン系の資料を532ナノメーターの波長で励起して取ったラマンスペクトル。 のつもりがこのような山形にな山にって、全然ピークっていうのが分からなくなくっていいます。でこういうのを傾向と言いまして傾向とは何かっていうと得られたエネルギーの一部が熱として放出される現象です。で放出されるエネルギーの値が,値が不定ですので全領域にわたって現れる非常に強い信号が現れるというのが特徴です。 でそこで波長を長い波長を使いまして785ナノメーターを使うとこのようにラマンスペクトルを得ることができますで傾向が強い場合は超波長のレーザーを使用すると傾向が抑えられる可能性がある必ずそういうわけではないんですけど一、まあ、つ可能性があるということですで次に今まではあのスペクトル について説明したんですが次にイメージングというものを説明いたしますそれを説明する前に狭小、えー、点顕微鏡法について簡単に説明します今レーザーの点光源がここにあってレーザー光を平行光にして対物レンズでフォーカスして資料に照射しますで資料に当てからの散乱光を再び対物レンズで、えー、集光して 結露レンズで検出器で検出して、そこの光強度を出力として取りますで。この状態で資料を XY 方向に操作して、光強度を画像化すると、このような光強度像っていうのを得ることができます。しかしながら、この場合、アンダーフォーカスですとか、オーバーフォーカス。 条件にによっっててては外光等も検出器入ってきてしまいまいすそこでこのフォーカス点と強役焦点になる位置にピンホールを入れてやりますとフォーカス点のみからの信号を検出器で取ることができてこのようなイメージをやることができます。でここで注意していただきたいのはこの像からこの像になって でこれは分解能が向上したわけではなくて、えー、SN が向上したということです。でまた、えー、フォーカス点のみからのお信号を得られるということで資料が透明であるとかもしくは半透明の場合は資料をこれ Z 方向に操作してやることによって 深さ方向の情報を得ることができます。この共焦点顕微鏡法と先ほどのラマン分光法を合わせるのは狭焦点ラマンイメージング法と呼ばれるものでこれは資料を XY に操作する時の各点でラマンスペクトルを一個一個収集していきます。 でその中で特徴のある情報を抽出します。例えば、これですと先ほど説明したように、この3波数3300ぐらいのところにブロードなピークが出てますので、この領域のところの積算強度を取って画像化すると、えー、水の分布の画像を取ることができます。資料はスキンミルクで、えー スライドガラス状に一滴滴化してカバーガラスをかけたものを測定していますで。一方、ここの部分ですが、ここの部分は先ほど説明した CH の振動伸縮ですので、これは CH のボンディングが含まれている油の成分になります。でこれは油の成分をイメージングしたものになります。 こういうのをラマンイメージングというふうに呼んでおります。一つの例なんですが、資料は CVD で作成したダイヤモンドで、操作幅が50ミクロン ×50 ミクロンを256点と256ラインで、1点1点でスペクトルを取ったものです。 ダイヤモンドっていうのは波数1332のところに非常に鋭いピークが出ますのでこの青で示した領域の積算強度で画像を表示するとダイヤモンドのイメージっていうのを取ることができますまた、えー、先ほど示した蛍光不純物が入っているとこう蛍光がこう出てくるんですが、えー、このダイヤモンドでは出ないところに えー、積算強度を取ってやりますと、これは不純物の濃度の画像っていうのを取ることができます。でまた、えー、結晶資料の場合は、結晶性がいいと、えー、ピークが非常に鋭くなります。半値幅が小さくなります。で結晶性が悪いとブロードになって、えー、半値幅も大きくなります。 その半値幅の値で画像を表示すると、こういう結晶性のイメージになります。これは全く同じ場所を見ているものです。でさらにえ、結晶資料では、えー、資料に対して圧縮応力がかかっていると、高波数側にシフトいたします。で、引っ張り応力がかかっていると、低波数側にシフトします。と、残留応力っていうものを、この波数の値、 ですねえー、見ると残留応力のイメージを取ることができます。で覚えておいてほしいのは、えー、結晶資料に圧縮応力がかかると高波数側へシフトするということです。でこのように、えー、一度ーデータ一点1点でラマンスペクトルを集中していれば 測定し直す必要なく、後でさまざまな解析が可能となります。次によく聞かれるもので、分解能なんですが、対物レンズというのは非常に重要な構成部品になりまして、こういうところにいろいろなこうパラメーターが書いてあるんですが、この中で特に重要なのは開口数というものです。これは必ず対物レンズに書かれています。 開口数、ニューメリカルアパーチャー、NA って言いますが、それは n sinα っていう式で表せます。n っていうのは、対物レンズと資料の間の物質の屈折率を示します。大気ですと1になります。それから α というのは、ここにこのように天光源があった場合、この対物レンズで、 どの角度までの光を集光できるかっていうその角度アルファになります。大気中ですとサインアルファになりますので原理的に1を超えることはありません。で非常にいい対物レンズですと大気中で使うと0.9ぐらいの NA っていうのを持っていますで。一方、対物レンズと資料の間に 液を入れてやりますと、例えば水ですと屈折率 N が1.3、えー、油ですと屈折率が1.5っていうふうになりますので、NA っていうのが上がってきます。で、ピンホールにヘココを入れてやりますと、それを解説して遠方にあるスクリーン上にこのようなパターンを作ります。 っていうふうに呼んでまして、2個のエアリーディスクを観察したときに、2個の円形像を判別できる最小の距離が分解能として定義されます。NA が大きいときはこういうふうに分離してますが、だんだん小さくなると分離できてなくなります。じゃあ、どこまでがその分離できたとみなすかっていうことなんですが、これはかなり前にデイディーさんという方が、 分解能の定義式を提唱してまして横方向の分解能は 0.6×8 を NA で割ったものこれ解説限界っていいますが最近では 0.5× ラムダオーバー n a っていうもので表せますこれは先ほどの対物レンズで532ナノを使ってやりますと分解能としては これが理論的な限界300ナノメーターになります。で、今お分かりのように分解能には対物レンズの倍率っていうのは関係しないです。ですから20倍の対物レンズを使用してて、えー、分解能を上げたいからとで百て100倍の対物レンズを使用しますっていう表現は、これは正しくないっていうことになります。えー、これはあの実際測定した例ですが、細い カーボンナノファイバーを先ほどのラマンイメージングしたときのカーボンのピークの強度をここでラインプロファイルを取ったものです。で、まあ、ここの幅っていうのは大体300ナノメーターでぴったりとこう理論値と合ってるっていうことで今はほとんどのラマン分光装置っていうのはこのぐらいの性能が出るようになってます。で、次に3次元も取れるんですが これは非常に簡単で、先ほどのラマンイメージ、二次元のラマンイメージを、資料はもちろん透明もしくは半透明である必要があるんですが、表面で撮ります。そして資料をちょっと上に上げて、その下を撮っていって、また撮るっていうことをやって、その後に、この画像処理をコンピューターでして、 3次元像を作成します。これは先ほどのスキンミルクを100ミクロン角で深さ方向30ミクロンを23枚高さを変えて取ったものをコンピュータ合成したものです。それで、えー、ポインターを消してやって。えー、これはあの まあそれで取ったものも、これ別なソフト、イメージ J っていう有名なソフトなんですが、それで3次元で回転を表示してやると、こんなふうにも表すことができます。で、今、緑のが油の部分で、青く表示されているのがこう水の成分うこういうふうに表示の仕方もできます。で、深さ方向の 分解能なんですが、これは先ほどほど解説見解みたいなきっちりした式っていうのはないんですが、サイ e なんかが非常に簡単な式を提唱してまして、こういう式で表されます。で、えー、今ここに資料の屈折率1を入れて、ラムダ530に入れると、大気中では、 深さ方向の分解の約900ナノメーターになります。で、非常に荒っぽい金似ですが、深さ方向の分解のは横方向の分解の約3倍ぐらい悪くなります。で、これはちょっと覚えておくといいと思います。横方向より深さ方向は3倍ぐらい悪くなるっていうことですね。で、これ実際測定した例ですが、シリコン基板に穴を開けて、そこにグラフェンを進展させてあります。 で上から下にレーザー光をスキャンしたときの,のカーボンのラマンスペクトルの強度をこう取ったものです。半分のところ742ということで、まあまあ、あのー、理論値と似たような値が出ているということです、えー。最後にまとめになりますが、まず、あのー、今日お話ししたのはラマン分光法は 資料にレーザー光を照射して、資料からのラマン散乱光を分光を測定する手法となります。ラマン散乱光は資料の科学的特性を反映しているといいます。ラマンスペクトルの横軸は正しく波数いくついくつと呼ぶのを推奨しています。 ラマンスペクトルを XY 平面で取り込んで処理すると2次元のラマン像を得ることができます。2次元のラマン像の横方向の分解能は解説限界によって1位に決まります。2次元像を深さ方向に積層することによって3次元像のラマン像を得ることができます。 私の方からの講習は以上なんですが。